シンジがアリケンにめっちゃ怒ってた。アリケン、お前にムカついてる俺は。配信者が鼻歌歌ったらおしめだ。ぶちっぞ。結局モチベ上がった。お前おもろかったね。マジで俺も出たいわ。絶対おもろいもん。てか安心した。あんだけストリーマー強いなら俺全然だわっていうのが分かってよかった。マジで、いや強え、ストリーマー。あいけん、 VCC の練習始まってる時間だぞ。だそれ、なんだそれ。ガリガリくん、どこでもいいぞ。むずガリガリくん、いつまでだってもガリガリくん。シンジがアリケンにめっちゃ怒ってた。なんで今日なんかフルパ誘われたんだよな。寝てたんだよな。友達の配信めっちゃ見たんよ。みんなの見たんだけど、本当にムカついたことがある。ちょそれ話していい？一つ、何にムカついたか。アリケン、お前にムカついてる俺は。あいつ手抜いてない？配信。俺マジでがっかりした。これに関しては俺が死ぬほどやりたかった配信。半年間久々に戻ってきて友達の配信見たら手抜いてる。何の配信？あいつさ、何の配信？つまんなかったか？何の配信見たんだよ。適当にバロラントの配信フルパでとりあえずやっとけみたいのでさ、やってて。俺本当になんかもっと面白いやつなのにあんなになると思ってなかった。なんかさ本当に手抜いてない。俺いっつも言ってた。一つのこと、配信者が鼻歌歌ったらおしめだ。みんなも注意して歌ってるやつなんです。うるせえ、やりたいことやるじゃん俺は。どけ。シンジずっと配信見てなかったんだね。まあフルパバロになるとな、フルパバロになっちゃうとな、遅延入るからコメントもできねえしな。この話何回もしてた。じゃあシンジとフルパやって遅延なしであいつに鼻歌歌わせよう。飛行式お父さん、プギューさん、サブスクありがとうございます。今日も花とお願いします。だるしな。俺はシンジが帰ってくるまで溜めてたんだよ、気持ちを。まあでもいいね、シンジがいるから。こういうことを言ってくれるのもシンジだけだからな。集合何待ちきれんな。何を言っとんだ。大会があるたんびに俺が出てないとみんながウキウキしながら言ってくるの。本当にぶちっすぞ。出ねえじゃねえ、呼ばれてねえっつってんだろボケナス。出てよ、俺だって出てよ。やめろよ、なんかその呼ばれてないの気にしてるみたいになるやんけ。呼ばれてないから拗ねてる。どんだけ俺そう思われてんの俺みんなに。